あれはおじいちゃんだ。おじいちゃんがこの世から消えていく煙だ。だけどどうしてもおじいちゃんがいなくなるという実感が湧かなくて、僕は僕は一度も泣けなかった。あまりにもできすぎだったから。おじいちゃんには死んで叶えられる望みがあったから。まだやらなきゃいけないことがあるから。僕は自分で自分が分からず。サクちゃん、私にできることがあったら何でも言ってね。なんだかな。ねえ、鍵は？鍵？何の？おじいちゃんとこの荷物置いてんだよ。あ、ついでに遺品整理もしてきてよ。俺一応もうすぐ期末なんだけど。処分すんのよ。え？継ぐ人もいないし、いろいろあんのよ。親戚の手前もあるし。本当よ。いいの？え？おじいちゃん。サクタロはどう思う？おじいちゃんが生き返るわけじゃないし。サクタロ。まあいいか。過ぎてるよ。農協。ああ。あれ。行ってくる。僕が落ち込んでもおじいちゃんが帰ってくるわけではなく。よし。おはよう。おはよう。ディバイン神聖なディボース。おはよう。いや、ちょっと何やってんだよ。英語の単語覚えてなんで英語なんか。親父を見返す？寺継がねえって言ったら、他にお前何ができるんだって言われたらしくてさ。すげえいいじゃない。いい商売じゃない。お前らに俺の気持ちなんか。でも割と元気そうだね、お前さん。そう。じゃあ今日俺だってやればいいか。あなたが松本大きい。クラス違うんだから、ほらちょっと戻って。先生。はい、学級。プリントを見てもらえば分かりますが、ロミオとジュリエットの稽古は夏休み明けから始めたいと思います。でも実はまだ演出は。はい。なんで？誰かさんと一緒にいたいから。実は私、松本作太郎、小学校の読書感想文で優秀賞を取ったことがございます。どうぞ。やったら。サク元気だね。元気すぎる。サクちゃん。ごめんな、せっかく来てもらったのにこんなんで。ううん、いいよ。
これ全部おじいさんが撮ったの？なんで外してるの？売るんだってここ。え？そんな急に。だな。これ。それは本人たちに渡そうと思って。これはやっぱり捨てるしかないっていうか、さすがに家には持って帰りにくいしな。あれどうした？何が？おじいちゃんの骨。ああ大丈夫大丈夫。そう、無理してない？え、なんかすごく不自然な気がする。さくちゃん、でも大丈夫、むしろ逆っていうか、なんでか俺あんま悲しくならなくてさ。何言ってたのね。どうも、またよろしくお願いします、ただいまぐらい言いなさい。ただいま。なあにそれ。夜空に消えてく星の